ザーホーは、イラクのクルディスタン地域にある、ドホーク県で2番目に大きい都市で、ザーホー地区の中心の町である。ドホークから見て北西に 50km の地点にある。イラクトルコ国境から西に 8km のところにある。人口は、約35万人。元々は市内を流れる小ハブール川の中州である。小ハブール川は、ザーホーから西に流れ、トルコイラク国境をなし。 ティグリス川に注いでいる。この地域で最も重要な川は、ゼリザ川、シーアコティク川とコハブール川である。2010年7月、ザーホー大学が開校した。ザーホー大学は、クルディスタン地域の11番目の公立大学である。小ハブール川とザーホーの町ザーホーの地名の由来には、いくつかの説がある。アラム語のザホタから来ているとする説があり、これは、 現在のザフー近くで行われたローマ帝国とペルシャの戦いでローマ軍が勝ったことに由来するとしている。また、クルド語のゼイホウィンに由来するとするものがあり、同じ戦いから来ているとされる。他の説では、クルド語のゼイとホワクが名前の由来であるとするものがある。ザフー法の町は古代イギリシアから知られていた。1844年、旅行者のウィリアム・フランシス・アインスワースは、 現在のザーーの外観はクセノポンが記述した時代の様子と偶然にも注目すべき点で似ていると述べた。ガートルード・ベルはかつてのハサニエが現在のザーーの位置と同じ場所にあることに納得した。彼女はこの地域に初めてキリスト教を伝えたドミニコ会の修道士で宣教師のポルド・ソルディーニが1779年にザーーに埋葬されたことについても報告した。 彼の墓は1950年代までは聖地巡礼の目的地だった。ザーーはかつてクルド市張諸国の一員であった。ダラル橋ザーーの有名な名所の一つにダラル橋がある。この橋は小ハブール川の上に架かっている。橋は一枚の非常に大きな石によってできているため、橋に美的価値が加わっているが、建造当時周辺に大きな石がなかったため、 作られ方に関しては諸説ある。ザー法城は小ハブール川西岸の町の中心部にある。クルート市長諸国の市長国場ディナンの市長の在住の邸宅であり、アリハン皇太子によって拡張された。城は古い城の跡地に建てられた。現在は塔の実が残る。クアパドパ社城はザフー霊園の中にあり、六角形をしており、六枚の 窓と入り口の門がある。シャラニシュダキシャラニシュダキはザーホーの北 40km の森林地帯にある。夏でも摂取32度を超えることはない。アメリカの各地、特にナッシュビルやデトロイト、サンディエゴ、ヒューストン、フェニックスに住むアッシリア人は起源をザーホーに持つ人が多い。2007年 UNHCR は イラク戦争のために家に戻れない人がまだ1万人いると報告した。ザーホーのサッカースタジアムザーホー FC は1987年に設立されたクルディスタンにあるスポーツクラブである。ザーホー FC はイラクのサッカーチームの内上位16チームだけが参加できるイラクプレミアリーグに参加している。ザーホー FC のホームスタジアムには2万人を収容できる。 ザー 4SC はザー4に本拠地を置くバスケットボールチームで2011年にクルディスタンバスケットボールスーパーカップでアルビールのドホーク SC を倒して優勝した。ありがとうございます。